はい、メロンです。ポテトです。ボブリーライフやっていきます。はい。前回川の近くで洞窟のアーティファクトを偶然見つけて、そのまま続けざまにもう一個見つけちゃったので、今回は残りの2つを探していきたいと思います。はい、行きましょうか。うん。今ミュージアム調べて分かったんだけど、残りの2つはケーブオンザマウンテンと、あとパラダイスアイランドっていうヒントがあったね。とりあえずパラダイスアイランドの方が分かりやすいから、まずはそっち行ってみようか。この辺の周りを回ってみるか。すごい遠くに来ない。あった、あった。これだ。何これ、2個もある。入り口と出口か。3つある。え、田口だ。うわ、どっから行こうか。とりあえず1個孤立してるところから行ってみる。そうだね。よいしょ。あ、草か。草か。草木が生い茂ってやがる、ね、草刈りまさお。よっしゃー、行くぞー。行くぞー、草薙剛。お、お、わー、わー、明るいね。あれ、なんか向こうに、あれはマットか、光ってる。なんだね、これは。あれ、なんかウォブリーの顔みたいなの見える。これさ、あ、やべえ、落ちたー。落ちた。これは、アクションゲームだ。ふかー。どこ行ったんだ、メロンは。よいしょ。雪だるまみたいなのいるよ。雪だるま、作ろう。あっ、なんか帰ってきた。あ、これさ、思ったんだけどさ、浮き輪持ってくれば楽勝なので。わあ、私も思った。でも浮き輪なくてもいけるよ。いけるか。うん。なんかさ、急にここから暗くなるのね。ああ、ほんとだ。それ持っていけばいいんだ。あ、はい。ねえねえ、アヒルがいるんだけど。あ、これ私がずっと雪だるまって言ってたやつ。ここか。なんだこれは。見て、これで受けるよ。あ、取れた。私今どうなってるの。これアーティファクトじゃん。嘘、私今何してるんだろう。なんかすごいことになってる。それで帰れってこと。暗い。ああ、うう、緊張の瞬間だと。他何もなかった。何もなかった。うわ、危ね。ほっ、あー、なにー、あれ、ビシャンってした。どこ、アーティファクト。なんか弾き返された。帰ってくるの、アーティファクトは。アーティファクトどうなった。アーティ…あ、アーティファクトもしかして下に落っこったままになった。よし、戻ってきました。あ、あるよー。やったー、よかったー。もうなくなったままだったらどうしようかと思った。今回は万全を期すために浮き輪持ってきたぜ。イエーイイエーイ。チャポン。あ、楽ちんな人いる。これいけるかな。これ登れんのかな。登れないかもしれない。ジャンプできないの。この辺に乗れればいい。置いたままジャンプで乗り捨て。乗り捨てか。乗り捨てだったら降りれるよ。よし、取れたよ。イエーイ。じゃあ、あとは帰り道か。あ、取れた。取ってる。イエーイ。花をむしってやりましたよ。お花なんだ。なんか生えてた。気をつけてね。これ浮き輪を持てばいいのかな。あ、確かに持ったらいけるかも。よっ。あー、嘘でしょ。落ちた人いた。死んだ。アーティファクト消えた。リベンジだ。リベンジー。せーの、よいしょ。取れたー。持って帰る。はーい。いけんのか。リベンジだー。リベンジー。うわ、お、うわー。かわいい。パシャパシャ。
一旦普通に挑んじゃう。お取ります。はい、取れた、イエーイ、ナイス。釣り返ってみるね。はい、結構難易度高いよ。きっと同じ気持ちで。最後が結構難関だった。ほっ、いけたー、やったやったー、取れました。取れた。うわ、危ない危ないあれ、ヘリコプターはあるよ。早速持って帰ろっか。うん、持って帰る。ブロロロロロロロ、やったー、取れた、やったー、レッツゴーミュージアム、イエーイ、やったー、着いたー、イエーイ、うイエーイ、ぼよーん。あれ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 、なくなった。なんで？ちょちょちょっと言ってありますわ。ここ上手になりました。なんか上手になってる。ほっ、取れたー、取れたぞー、ナイスだー、待ってるぞー。本番は練習のように、練習は本番のようになんか言い始めた。よし、いくぞ。早い、早すぎるよ。いきます。はい、今回の私は一味違います。違うんだ。ボン、はい、電気ついてたよ。いきます。はい、深いことは考えない。ぴょーん、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 ぴょーん。なんかすごいね。座っちゃおう。あー、座られた。これでポテサン持っていけばいいのか。沈められる気がする。向こうサイドに。ほら、あれ、ポテサンの重心のせいで。倒れなくなったか。はい、これよ、これ。よいしょー、これをですね、明るいでしょ、すごい、こう、こうですよこうして、こうですよ。で、座ればいいの。あ、あ、あ、もう一個あるからなんと今回は二つ持ってきました。すごい、すごいでしょう。これをこうしてポテさんに横から見てもらって、届いてる？全然届いてない。届いてる？全然。届いてる？全然。あれ？こうして、こうですよ。さっき見た。あ、照らしといてあげるよ。ありがとう。明るい？明るい。帰ってきて。はーい。帰ってきまーす。これないと暗い？あー、ちょっと明るい。じゃ、照らしとくね。ありがとう。もう帰ってきますわ。うん。ほい。ほい。ほい。あ、帰ってきた。帰ってこれた。帰ってこれるんかい。じゃあ、お手さんにヘリコプター操縦してもらおう。いいや。優しい。よし、この位置だ。ブルルルルルルル。出発！進行！適当に向かおうっと。なんか天気悪い。適当に向かえない。近くなってきたぞ。もうちょっと左か。うわあ！こうなると思ったんだよ。お手さん、空の上限に達しました。それは見えてない。あ、ミュージアムだ。アーティファクトないよ。ヘリコプターもない。ん？あ、あれ、なんかビシャって言った。なんだこれ。邪魔だな。安全に来れた。あーめい！
これどうやって行けってことなんだろう。見て見て、ここ乗れんの。ほんとだ。ここまで来れば行けちゃうってわけ。なるほどね。よいしょ。まぶしい。あ、落ちた。残りの2つはどんな感じだ？なにこれ？あ？ん？ピザ？あれ、ピザってさ、あ、ピザ。エイリアンの好物じゃなかったっけ？そう。なにこれ、キノコ？あ、お、なんだこれ？あ、なんだここ？隕石。隕石書いてある。あ、なんだこれは。もやもや。もやもや。なんもないのか。ないのかな？なんかありそうだけど。ねえ。なんか謎があるのかな？上もこもこ。ねえ。これ上から下にボーってくるのか。くるのかな？とりあえず、上の方も見てみるか。うん。よっと。わっ。わわわわわわわ。なに？わっ！わわわわ、ピッケル。ピッケルだー。ピッケル。コン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 に。うわわー、下の階落ちちゃった。あれ？落ちないように行くってことか。これ落ちないようにってことね。オッケー。よいしょよいしょ。ほら。道があるの？うん。あるある。残るところがあるよ。カンカン。トントントーンと。タンタンタンタ。トントントーンと。タンタ。トントントントーン。あーぶー、何この状態。あれ、他のところ開けといてやる。掘れるとこ掘っとこう、この状態で。お腹すいた。お腹すいたね。ビューってなっちゃった。すぐタイミングでお腹鳴ったね。あ、道できてる。作っときましたよ。あーぶ、ほうびよびよめちゃめちゃ慎重。あ、メロンいた。ここだよ、ここ。怪しくない？怪しい。行くぞ。カン、おらー。うわー、うわー、アーティファクトだ。アーティファクトだ。あ、これ。ねえねえ、何それ、これじゃない？何が？今俺たちが探しているアーティファクト。そうなの？だってさ、今までさ、緑の宝石と紫の宝石でしょ？うん。今回青い宝石でしょ？うん。これじゃないか？そうなの？一回持って帰ろっか。うん。じゃあ、あのお花は別なのか。来たぜー。待って。入れまーす。はい、はい、やったー、やったー、あ、狙ってたアーティファクトだー、やったー、やったね。はい、3つ目、パン、イエーイ。さっきの何だったんだろうね。あ、よし、4つ目だね。うん、さっきやってた花のやつは目的のアーティファクトではなかったから。違うのかな。また今度取りに行こうか。うん。で、ケーブオンザマウンテンって言われたら、とりあえず雪山来たけど。山の洞窟？ね。あるのかな？ね。あ、あ、これ。あった、これじゃないか？あったよ。うろろろろろろろ。お、降りた。あ、なんか同じようなのある。同じような感じだ。シューってやつだ。あ、それ系か。あ、またピッケルあるよ。持ってったら。ピッケル持ってくやつか。うん、持ってきます。どっか掘るんだろうね。ね、よっと。あれ、爆弾、爆弾を持ってった方がいいのかな。ヒューっていろいろ行くんだ。うわ、すごい広っ。こっちじゃないな、こっちからか。いける、持ったらこれいけないもん。あ、行っちゃった。あれ、このど真ん中なんだ。
なんか下にあるね。なんかあるね。とりあえず移動してみたけど、この時点だとまだ何もないな。次だ。うわ。あ、やべ、落ちる。あ、落ちた。うわー！ゆー。これ気になるね。ね。やった。ゆー。ただピッケルに限りがあるな。ゆー。なんか落ちてる。爆弾投げてる。あ、爆弾。すごい下にいっぱい落ちてる。爆弾触っちゃった。これもしかしてどっか爆弾で爆発させる。おー。あ、これもしかして。あそこに爆弾投げ込むのか。ってことだよね。ピッケルはなんだ。ピッケルはその後なんじゃないか。あーれー。そうだ。じゃあちょっと一旦ここ置いとこう。オッケー。入れれるかな、上手に。いけるよ、ペさんなら。ぽい、入れれたー。え、早ーい。あ、な、うわ、なんだ。うわぁ、何が起こってるんだ。なんかすごい怖い。落石か。あ、なんかこっち光ってる。嘘、あ、ほんとだ、なんか光ってる。もう一回か。あ、そういうこと。いけまだ無理だね。爆弾ある。爆弾あるね、まだあるか、うん、よかった。こんなパターンもあるんだね。ね、オーリーライフ面白い。いってらっしゃい。いってきます。おお、こ上手入ったんじゃない。入れた。イエーイ。わー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 。あ、もう一回っぽいな。わー、よいしょ。いってらっしゃい。行ってきます。今回すごく揺れてる。あー、入っちゃった。あ、お手さんが入るんか。話す手間違えた。じゃあ、私が入れてやりますよ。うん、なんか俺ガクガク震えてんだけど。じゃあ下で見てる。ほい、オッケー。入った。もう割れますよ。割れたー。イエーイ。あ、なんか向こうにあるんだ。行っておいで。うわー、行こう行こう。電気つけてあげる。ありがとう。 あ、またこれだ。これなんなんだ。これ開けれないんだよ。あ、見て。ん、あ、あるね。やったー。ゲットー。やったね。うん、4つ。あれ、そういえば4つ集まるのって初めてじゃない。初めて。レッツゴー。ゴー。よし、着いたー。着いたー。はい、到着。はい、到着。ラストアーチファクトだよね。やったー。やったー。じゃあ、入れまーす。はい。ほい。やったー。4分の4。なんか言われんのかな。ね。来た。やったー、ルビー。あ、なんか言ってる。あ、ほんとだ。やったー、なんか褒められてるのかな。洞窟の神様だって。ね。あー、あー、この子がアンロックするのね。やったー。やったー。わーい。わーい。見に行こう。行く。会いに行こう。行く。なんかずっと照らされてる。逃げるな。やだー。逃げろー。一緒に乗っちゃった。ごめんくださーい。ごめんくださーい。見て、トゲマル。あれ、トゲマルがいる。わー、やったー、解放されてるー。解放されたー。ジェミーちゃん。意外とお安いね。うん。2000ドルくらいするかと思ったら。かわいい。イエーイ。イエーイ。はい、というわけで洞窟の宝石アーティファクトを4つ集めたら、うん、今いるこの子が解放されました。クリスタルちゃん
かわいいね。かわいい。後ろにいる。あ、見えた。すぐにではないんだけど、アーティファクトを集める中で謎の鍵がかかった箱と、うん、あとはお花のアーティファクトっぽいのがあったから、うん、その辺の謎も解いていきたいね。ね。楽しいことで盛りだくさんだ。もりもり。もりもり、もりぞーと。ピッコロ。またやっていきましょう。はい。以上、ボブリーライフでした。でした。終わりー。終わりー。